10月の15日、待望の韓国のフレッシュが入りました。去年は10月の10日過ぎぐらいだったでしょうかね。今年はちょっと5日間ぐらい遅れて、韓国のフレッシュ入荷させました。先週の台風25号ですか、韓国の方に行きましたので、ちょっと雨に濡れた松茸で品質が良くなかったので、この5日間ちょっと遅らせて初入荷させました。では、今日はもう本当に混んでてですね、この関空の、特需っていうんでしょうかね、関空がいろいろ問題がありましたので、台風の影響で、それでこのセントレアがすごく混んでまして、1時間待ち、64台待ちということで、ようやく荷物を受け取りました。じゃあ早速、韓国産どんなのが入ってるかチェックしていきたいと思います。適当にまずは、LL 上のところでちょっとすごく車が混んでましたので、ビデオ撮りができなかったですから、じゃあ見てみたいと思います。どうぞどうぞ。これですね、韓国の。これはもうギフト用で輸入しましたので、そんなに細かくサイズを分けてないです。これはまあつぼみ系を分けてますね。見えますか、綺麗です。匂いもすごいいい香りです。さらっとしてますので、まあ雨取りは避けて5日間待った甲斐があったなということですね。それから、これは開きの地線、ちょっともう車に積み込んじゃいましたので、ここに見えるように松茸をちょっと開けていきます。これですね、まあ、同じような感じのが入ってます。どうですか、綺麗なワンコ、まあつぼみも入ってますね。さらっとしてます。いい松茸です。見えますか、ちょっとここのライトはちょっと黄色めのところが当たっているので黄色く見えるかもしれないですけど、あと HB の L、 韓国も確か昨日は全土で800キロっていうが出てると、ただ数が増えてないということですね。これつぼみですね。しっかりしてます。これも綺麗な松茸ですね。山が管理されているということでしょうかね。最後に一つ開けて、
でっかいつぼみが入ってます。いいつぼみが入ってますね。まあこんな感じで第1回目輸入をしました。日本もそうですけど、北海道とか岩手なんかもですね、今年は最初は豊作って言われてバッと出ましたけど、終わるのも早かったです。ですから、まあ、韓国の方も、初めはたくさん出て、それから豊作じゃないかということでしたけども、その後あまりこう伸びないということで、終わるのも早いんじゃないかというふうに報告を聞いております。今日は、この、セントレアからですね、もう夜8時ぐらいですけれども、第1回の韓国産の超フレッシュ入荷しましたので、その報告で動画を撮りました。どうもありがとうございます。